なりとうとです。もう分解しちゃったんですけどね、先に結論から言います。ここの中にあるギアを変えれば治るって話なんですけれど、あの冒頭のねこの電動格納ミラーのこの格納が、あの壊れちゃってガン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 って言ってるやつが、高確率でこの中に使ってるギアが割れて壊れちゃうから社外品でネジが売ってるよっていう話をこれからしていきます。でこれがね、今回のドナーがパレットです。でドアミラーを外して、これがあの電動格納のとこですね、のあのギアボックスになって、それをね分解したところです。でこの中にですね、あこのね、藤屋さんのねこのこのなんだろうラジペン、これファクトリーギアさんにも OEM されてるやつですけど、これを使うとなかなかいいですよ。でこの中にもうすでにね割れてたんですよこいつ。うわこれあれですよ、初めて出してきたんですけど割れてる。ちなみにね反対側も交換して、あの予防で中古車で販売するんでね、反対側は交換してあるんですけど、そっちはねまだあの格納が生きていて綺麗なこういう深淵のギアが、深淵っていう言い方おかしいかな、ギアが出てきて、でこっちが割れたギアですね。でももう電動格納ミラーの、あの格納不良っていうのはこのギアが割れて、不良を起こすっていうのがもうほぼ定番の故障っぽいです。でこの割れたギアがあの純正でねこの部品だけ出るってことがまずないので、社外品でこうやってね販売してくださっている人が、作って販売してくださってる人がいるっていうのがね非常にありがたいです。あの多く流通してる、台数が多く流通してる車種だったら高確率であのギアだけヤフオクとかね、あのいろんなところで販売されてるんで、社名型式ドアミラーのギアみたいな、そんな感じで検索すれば、ね、出てくると思います。で、今回はパレットなんで、そのパレットに関連するその販売してくれてる人って YouTube にもね交換の仕方、この辺のバラし方の動画きっちり上げてくれてるんで、それを参考にしてねこれあのバラしたんですけどね、そっちを概要欄にリンク貼っときますんで、そっち見たらいいんじゃないかなと思います。でこいつをこれに割れてないと結構出すのは大変らしいんですけど、まあ、今回割れてるんで、割れてるんでこのピニオンを出して、ギアがね いくつかいるんですよ。出しにくいなこれは引っ張れば、よし、はい、ピニオン、ぐるぐる巻いてるピニオンも出てきます。よし、ちょっとここであのショート用の動画を撮るんで他の動画を回します。あてかマイクつけ忘れてたでこの取れたピニオンとか再利用する部品は一回拭いときますね。ショート動画撮りながらあのロング動画撮るってなかなか面倒ですね。でこいつも再利用するんで、まあ、再利用というよりはね割れたギア以外は再利用ですから。よし、でここにここに新品のギア、今までのがプラスチックのギアだったのが金属製のギアになります。でこいつをこの、まあ、もちろんね車種によっていろいろ違うんで、車種ごとでねやり方は全然違うんですけど、ギアを交換してエブリィでやった時はね、あの社外品はプラスチック買ってたんですけど、今回のは鉄のギアですね、鉄というか金属というか
で、これをもう一回この中に押し込むと、ちょっとショート取りますね。で、元に戻すんですけれど、実はちょっと余談なんですけどね、エブリィでやった時に、まあギアがプラスチックだった、あの車外のギアもプラスチックだったっていうせいもあると思うんですけどね、組み直して組み替えて納車してから1ヶ月でまた再発したんですよ、あの症状が。マジかと思って見たら、やっぱねギアが割れてたんで、でその時予備で2個、ね、あの予備で買ってあったんで、あのその予備をあのつけたんですけどね、どうもこの格納のここが軸なんですけどね、この軸のここがどうも抵抗がすごくあの年々大きくなるみたいで、ここの軸をこいつをばらしてあのスラストになるところにグリスでふんだんに使ったら多少この動きが良くなって、それ以来でもう半年は経つんですけど、あの壊れたとは言ってこないんで、あのいいんですけどね。なのでこの軸の部分できればね、あのバラしてでやりたいんですけど、ここのねプッシュナットなんですよ、こいつプッシュナットで結構ねあの脱着にコツがいると いたんですよ。自分は別にできますよ、できますけど、ここは自慢じゃないんですよだけどあんまりここをバラすのは正直おすすめしないです。何回もバラすとここら辺に傷が残って、プッシュナットもうまく噛み合わなくなって、あのエブリィの時はちょっとね、ちょっとだけ斜めになっちゃったんですよね。心配だなとか思いながら納車して、まあまだ大丈夫だったんで、まあまあ万が一起こったらね、あのダメになったらちょっとその時は覚悟を決めようと思ってます。なのであのグリスアップする時はあのスプレータイプので、そのどうしそのスラスト部分にね浸透するような感じでスプレータイプでこの辺をね狙って、あらかじめ拭いといてやったら、まあ、何もしないよりはあれいいかなと。なんでギアが割れる原因がどちらかというと、あの経年劣化プラス、どちらかというじゃないですね、経年劣化プラスこの軸の抵抗の増加っていう、この2つが関わり合ってるんじゃないかなと思いますんで、ちょっとそこまで見てあげられたらいいなと思います。じゃあこのギアを入れていきますと言ってもね、ショート動画を撮りたいんで、ショートを撮る方でやっていきますね。別にここは映らなくなっても、他のね、あのギア売ってくださってるチャンネルの人がね、映してくれてるんで、これで入ったね。これで入って、で、使うスプレーなんですけど、プラスチックと金属に、樹脂、プラスチック金属に、害がないようなスプレーがいいと思って、ワコーズスーパーシリコングレス、これが一番無難かなと感じました。で、これでギアが入って、ちゃんと奥まで入って、これどこが一番奥かちょっと分かんないや。組みつければ勝手にギュッと入るんでね、いいと思います。で、組むときは、場合によっては手順を変えたりとかしないと、組みづらかったりすると思うんで、そこも気をつけなきゃいけないかなと思います。まあ、その辺はね、とにかく、書いてある、言ってくれると思うんですよ。これを販売してくださってるところが。のチャンネルが言ってくれるんで、これで組んで、直ってるかどうか見てみます。では復活の儀式を執り行いたいと思います。お願い直っててくれ。よし、オンにします。お、止まんないぞ。おお、治った。うわ、いや、ギアね1個
1000円から2000円ぐらいでゲットできるんで、いや結構楽なやつは楽だし、大変なのは大変かもしれないけど、いやコストから考えたらもう十分ね、見合いますね。これはいい、絶対やった方がいいと思います。ちなみにですけど、ドアミラーの下に製造メーカーの名前がねよく書いてあると思うんですけど、個人的な感想ですよ、村上さんのドアミラーが壊れてる確率が低くて好きです。